はい、どうもサイです。いや、巨人大将だ。駄菓子だよ。めっちゃな。耳くそ鼻くそペロリンチョドアモペロリダチクです。いや、俺こういうのずっと出たかったんですよ。yes, こういうチャンネルに。Yes, this is Japanese worldwide channel. いやいや、めっちゃ外国人見せてるけど。めっちゃ海外に寄せてくれますね。あの、僕ずっと憧れてて、はい、まあ、脱税税理士マサルさんの、やっぱりこういうチャンネル。間違えてますよ。誰とも違う。金回りあんまやっていいか。ということで今日は、ちょっとあの、皆さん、あの、いきなりのコラボでびっくりされてると思うんですけど。うわぁ。レイクレの皆さんです。ありがとうございます。サルくん。ありがとうございます。何々せいせい、推しと推しのコラボ。推しと推しのコラボってやつはまずゼロ人ですね。ワンちゃん嫌われてるからね。このうまい感じは。今回謎のコラボなんですけども、うん、あのシンプルにファンなんですよね。そうなんですね。だから僕もめっちゃファンで、あのその注射失敗看護師マサルさんは。両親やってずっと犯罪中なの。今日はコラボありがとうございます。いやこちらこそですよ。すごいボケが止まらなすぎてもうやばい。いやそんなことないですよ。めんどくさいんでね。いやでもその鳩向けゲームマイマサルは今日は嘘出る。嫌いな方嫌い、嫌いな方たまらんみたいな感じになるんです。めちゃめちゃ面白い。飲酒運転運転士マサル。今日はレイクレさんとコラボでサワラをさばいて、あの一緒に食べていけたらなと。やったー、やったー。わー、びっくりした。大阪で今サワラがいっぱい取れるらしくて、サワラを触らない。今大阪にいるんですけど、それでサワラを一緒にさばいていけたらなと。うわ、はいはい、でもやっぱサワラなんて大阪で生で食べれるお店って少ないですから、鮮度が結構なんか命というか、そう結構敏感ですよね、サワラって。わかんない、ちょっと知らんかい。マジかい。ということで、ちょスナイパーに狙われてる。ずっと唇震えてます。遠くから狙われてます。ファンなんで緊張してる。いや、ファンといえど、ファンといえど同い年で、あ、そうや、チャンネル登録者数も一緒で、共通点多いです。確かにね、始めた時も一緒で、うん、そう絶対友達になりたいなと思って。いやー、なりましょうよ、それは。ということで、今日はサワラをさばいていきます。それでは、さばいていきましょう。イエーイ。じゃあれですよね、サワラって言ったら、サワラって言ったら魚編に春ですよね。勉強しましたね。これは僕らのチャンネルでわかりますからね。じゃあさばいていきましょう。さばいていこう。違うチャンネルです。観察していきますか、一応最初。観察？はい。見るだけの時間とか。見るだけの時間ですね。こちらがサワラになっております。でかいな。4キロぐらいよ。4キロ。うん。だいたい東京ドーム2個分ぐらいですか。でかすぎる。何気にマサルチャンネル初の登場の魚で。そうなんだ。1回ぐらいしかさばいたことないんですよ。おい、マサル、俺をさばけるのか、バカ野郎。サワラはなんか、あれなんですね。鋭い歯だと思う。確かに。気がします。気がするレベルです。怖っ。なんか牙怖いっすよね、魚の。牙怖いっすね。これ、鱗あんの？楽ない？ほぼないんですよね。綺麗。あ、なんか食感がこれなんか分かりやすく言うと、はい、サンマと近い。魚で例えんな。見れんのか。え、これはもう俺らただただ見るところでいいんですか。やります。見たいっす。サワラって結構身が柔らかくて難しいんですよね。なるほど。あ、やっぱ鱗ね。でも俺こういうさ、魚のチャンネルの方に言いたいねんけど、なんか美味しく食べてもらう参加者っていうのをもっと入れた方がいいと思う。あー、確かに。だから例えば魚さばいて自分で食うのもいいねんけど、なんかそれじゃ食べてる幸せをもっと共有できる、視聴者に。はいはいはい。だから魚さばきカップルチャンネルとか、これよくない？料理カップルチャンネルで彼女が彼氏のために作ってあげるみたいなチャンネルできたら俺めっちゃ伸びると思う。で、今日も俺らがさ、食べるだけっていうのも申し訳ないかもしれんけど、大事やと思う。確かに。あと、まあ俺も裁判官と犯罪者2人集めてどんどんいろいろやっていってさばくっていうのもいいよね。そっちのさばく？やばい方やんか、それ。ブログが取れたようで。ブログが取れたんで頭を落としていきましょう。結構硬いんじゃん。でもいった。斜めなんや。うわ、すげえ。めっちゃ滑らか。斜めなんすね。これを斜めに落とすとここの身が取れるんですよ。めっちゃ綺麗に入ってた。確かに。
見て、ほら、おお、綺麗、うまいな、めっちゃ綺麗、うわわわわ、楽しみ。こういう解体ショーとかも金取れるから、ね、そうやねそうやそうか、うん、あ、確かにマグロの解体ショー的なね、うん、そう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 、解体いいよね、だからうわ、うわ、すげえすげえ、だからマサルさんのオフ会とかもさばきまくったらいいんちゃう、確かにそれで持つな確かに全然持つ、全然持つ、解体ショー、うん、生臭いオフ会になりそうですけどね今は男臭いも入ってるからね、めちゃめちゃ男臭い全員女、お腹の中にいますか、えぇ、ー、あるやつ、そういうのあるよな、ここで大事件、やばい、カメラ回ってなかったえ、じゃあね、カメラ回してなかったってこと、内臓息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 、無理無理無理マジで、マジでやりそうやから、うわー、すげー、すげー、イワシとかじゃないですかね、え、うわー、ほんまや、魚や、すげー、マトリョーシカや、魚のマトリョーシカや、開いたら出てきたね、魚のマトリョーシカや、これが、幽門水ってところで、肝臓、はい、なんかなんかサイズがでかいと中の内臓もでかいからちょっと黒いな、ちょっと俺今肝臓悪くしてて移植してもらっていいですか、いや無理やそれお前の個体どんだけちっちゃい、あそうか、じゃあお腹開いていきます、はい、来た来た来た、江戸時代の観音開きのように美しいでございます、あら卵入ってる、これバズるやつや、これバズるやつや、これ出した後感ありますね、うん、まあでも触らぬ神にたたりなしやから、うん、状態良くない卵ですね、魚って結構性転化する、どういうことなの、年齢で性転化するんです、でもエビとか言いますもんね、そうな、小さい時オスで大きなったメスみたいな、どうやって性転化する、いやなんかタイ行ってるらしい、タイよう性転化するけど、てか今日さめっちゃ休日っすね、ほんまに休日なんですよ、スケジュール的にも、そうなんですよ、そうなんです、たまたま一応休日なんですよ、休日なんですよ、でこの休日に漁港で魚さばく、うん、めっちゃ休日やん休日返上してもらって、いや全然全然全然、これがいいね、うん、だこれにも金発生するんでね、あ試合取ってんじゃん、試合取ってます来た来た、試合取ってんじゃん、試合そんな盛り上がるとこっすか試合取るとこ入りました試合取るとこ来ました完成のテンションうわちょっとすげえ、うわすごい、じゃほんまにすごい、なんかこう無駄がないよな、せーね、さばくのうまいな、うん、ありがとうございます、うん、なんか俺人生でなんか座薬とか入れるときやったらマサルに頼みたいもんめっちゃ嫌めちゃくちゃ丁寧にやってくれそう、座薬入れんのまな板がちっちゃすぎたっていう、そうか、小ささはマナーいたんですね、なんか一定層絶対これうざいって思ってたこういうので魚でしちゃいますもんねマジでサワラを触らないうわ包丁にさばいてよ、うん、くそやなお前イルカイルカだけにね食べりメインの編集とかするじゃん、うん、多分なんとなくいい感じになってる編集の人は、そうだよ、今イカ出たね、イカだ、うわもう早く食べたいですね、おー、はい、この白この白3枚押してます、うわ立ちます、うわこんなでかいの3枚おろし、マサルが立ってもうたで、マサルがマサルはやばい、あーもう無理よ、本気っすよ、もう止まれ止まれ、マグロぐらい止まらんから、止まった死ぬらしいからね、マグロは松岡修造も止まった死ぬらしいうわ綺麗、うわうまいな、うまい、すごい、この音がいいですよね、なんかさ、すごないこんな綺麗に切れますよ、ね、結構やっぱ歪んじゃうからね、すごいなマサル、そうだね、この音がいい、やるじゃんマサル、ありがとう、魚さばき ASMR とかええかもしれないですね、あ、確かに、うわ上手、うまいな、うわあ、うまい、えぐい、ちょっと失敗した、うまい、贅沢やなこれ、うわすげえ、サワラ本当に大阪で取れたやつですからね、来た来た、たかしくんめっちゃ魚さばいてますもんね動画で、そうなんですよ、たかしはよくさばいてます、割と魚さばけるんですよ、プロから見てどうですか、たかしは魚さばいてます、あのいつもトークしか映ってないんでわかんない、はいさばきましたって言われてるんででも今まで一番難かったのはハモっすね、ハモどうやったんですか、骨切りました、すげえ、それすごいらしいな、骨切りなんか素人できんてか、そもそもね、はい、タイ釣ってたら、はい、ペロがハモつって、結構すごいことらしい、結構奇跡らしいです、ね、あれ場所によって違うんですよね、幻のとかなんかテレビでよく言われてるんですけど、あそこだ
ったらいっぱいいるけど。ああ、そうなんや。テレビってそういうもんすからね。すごい。テレビといえば、まさるくんテレビ出演してましたから。緊張しました。テレビそんなにでしたね。ああ、そうなんですね。浜口さんに会った時はマジで緊張しました。まさるの由来も浜口さんですか。うん、そうです、浜口まさる。僕ちょっと顔似てるんで、いつでも思い出してください。確かに浜口さん笑った時とか似てますよね。とったろけよし、じゃあ三枚おろし、はい、終わったんで。すげえ、はい、ちょ待って、話しながら包丁の持ち方合ってます、それ中包丁っていう。はい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 。鼻骨落とした。めっちゃかっこいいやん。すげえ、まあ、魚の呼吸っすね。いや、何でろ中包丁。え、二の肩使います。二の肩、こうやってやんねん。なんかほんまに職人さんに見えてくる。綺麗。これはもう骨があるとこしか来てんやん。うん、そうやな。この繊細さすごいわ。よし、じゃあ来た。これや。うわ、そんな、すげえ。骨が一切ないやんか。うわ、すげえ。いや、マサル、そんなマサルそこ行くんやん。あー、もうか。マサルスケベやんか。うわ、エロエロエロ。エロくない。綺麗。これよう、あれやん、見るな、見る、これ見るな、見る、皮とか炙ったりしてる、めちゃくちゃ綺麗。ここでか、言っちゃいましたね、今。言われたね。えってよ、お前も新鮮なリアクションしますわ。いや、すごいやろ。じゃあ、ペロが言っちゃもうたけど、ちょっと新鮮なリアクションでやっていきます。なんと、バーナーで、炙っていきます。そんなことできんの。その発想なかった。マジかー。絶対美味しい。まさか、ちょっとレクレーなんですけど、一、はい、人食えないんですよ。じゃあそれできる。マジかー。それマジで、マジ言ってるお前。みんなで食うより一人笑って食った方がもう数段うまいんですよ。一人が食えない状況で食うのがめっちゃうまいんですよ。それマジか。じゃんけんしますか。じゃあできたら。ガチかー。じゃあもうもちろんコラボやからマサルさんも入れようか。じゃあ炙っていきます。うわうわ、一気に。うわうわ、閉まる。すげー、閉まってる。うわうわ、すげー。うわわわわわ、見応えパネー。いい匂いする。うわー、元気や。5分でタイタニック見た気分や。久しぶりさまらくんで、はい、マジで本気のじゃんけんします。うわっ、肉やばいや。肉やん。魚を肉で。魚を肉って言う、やめてや。なんか肉が上みたいな。正味さ、普通に普通に食うたらこれなんぼすんだよ。確かに、確かにな。こんな贅沢。サワラは結構いい値段する。うわ、しかもめちゃくちゃいいな、ね、料亭のコースの中盤に出てくるというか、うん、まあな、うまそう。え、やばい、包丁出てきた。うわー、来たー。刺身の方だ。刺身ですか。刺身ですね。えぐ、いや、こういうね、えぐいな。やばいやばい。俺こういうのも夢やったんですよね。しかも入れてないし、これ。なんていうん、一個一個のさ、魚でいろんなバリエーションで食うっていう。確かに、うん、やばいよな。サワラかは引くのむずいんで、はいはい、あ、失敗するかもしれない。最初に言って言っときます。ですよ、もう失敗しても何でも食うんで、むずいもんな。うんうん、サワラむずいね。うまい。いいっすね。エロ。うわ、もうちょっとエロバレてるやん。これや、よう見るやつや。ちょっとエロいかい。ちょっとエロかった。なんか前無人島の時、はい、まな板置きたくなさすぎて魚の上で魚さばいてませんでした。魚の上の方がまだ臭くないんで。落ちてたまな板があって、そこら辺に落ちてたゴミでさばいてましたね、そのまな板。俺ここで聞いときたいんですけど、はい、サバイバル経験した人が思う無人島に持っていくなら一つだったら何すか。絶対水っす。あ、そうなんや。水なんや。水です。え、ない、あ、カッターとかじゃないですか。火とか。火とか、火も超難しいですけど、水が欲しいです。へー。川ないとことかだと本当に無理ゲーなんですよね。へー。柳葉包丁とか使ったことあります。あ、あります。あります。あります。僕魚屋で働いてたんで、これですよね、柳葉包丁。あ、そうです。あ、だから人スーってやるやつですよね。はいはい、僕マジやってました。確かにいつも魚さばいてるから切ってもらいたいなと思って。マジっすか。すげえ、すげえ、いいな。いいんですか。いいな。前に引くように切るんですよ。できんのかこれ。世界でも買えんのか。レイクレの皮切り魂ですよね、やっぱり。
持ち方もしっかりしてる。だから持って持ってですね。うわどう入ったの今。そんぐらい気づかない。入るよな。でもすごい。そんなにこいつまだ切られたこと気づいてないぜ。ちょ俺もやってみたいんけど。無理危ないから定食で使ってね。俺マジでちょっとやってたんで、まずもうここら辺の薄さだったらもうここら辺ですよね。もうそうですね。素晴らしい分野。でもこうでこそう。うわすげえ。ちょっとやりたいかも。あ全然。できるできるして。そんなにでもない。そんなになる？頭空っぽや。パチンコ当たったぐらいの感じでした。当たりました。脳汁出ました。マヤで。ギシギシすな。ギシギシやってる。こっち重さだけで引く感じです。そうあすごい。じゃあ次行きましょうか。ほんまにできそう。はい、それでは完成しました。イエーイ。ありがとうございます。うまそう。今日はレイクエさんコラボということで、はい、一人食べれない。なんでレイクエすぎる。なんでだ。マザルさんはこの昨日調達していただいて、昨日前乗りして。あの伊丹空港から2時間かけて調達して、今さばいていただいて、今さばいてじゃんけん参加、じゃんけんも参加。しかも島触らないんで、食べれない。めちゃめちゃ楽しみした。それよりじゃんけん参加しなかった。絶対勝つこれね。カメラ書いても食べれないんですよ。ほんまに食べれない。負けたやつが食べれない。オッケー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 。待って、超えてそう。ええよええよ、超えてそう。超えてそう。俺腹減ってるし。最初はグーじゃんけん。お前ら負けやろ。マジで食いたいな。あー食いたいですね。いや食いたいよ。最初はグーじゃんけん。よっしゃー。待って、やばいもう勝負やばい。よかった。行こう。最初はグーじゃんけんポン。あーグー出しときゃよかった。最初はグーじゃんけんポン。シャーン。お前お前お前。ちょっと待って、サワラマジ殺して。どっちが食えんのこれ。残念でした。お前がさわらく未来もありません。いや黙れ、弱い方の浜口。ヒゲ面のガーラ。最初はゲーじゃんけんファイルファイル。やったみんな食べました。一番食いたかった。最近で一番食いたかった。こっち寄せるかも。マサルいい度胸や。あっか、マサルヒキトロとかよりやばい。このコラボが一番やばい。アプリで。同じするかもしれない。うわ、うまっそう。うまっ。バチコリ目やってんけど。いいっすか。最後で食べましょう、みんなで。食べ、失礼します。だってこれうまい回のうまいやもん。いただきまーす。マジ素材を楽しみ。マジできついわ、これ。いただきます。マジきつい。ほら格別や。なんやこれ。おいみんなで食おう。めちゃくちゃ引き締まってます。うわ、刺身うまっ。筋肉えぐい。刺身えぐい。うまーい。当てにこいつおるからよりうまい。ちょっと待って。ちょっと待って。ほんまにうまい。やばい、ちょっと気失うわ。うまいよな。よりうまい。顔面いったろけ。よりうまい。レイクレすぎる。いや、うまそう。やばい。耐えられへん。これやばい。今度、まだ島来てくださいよ。あ、いや、マジ来たい。いや、マジ行かせてください。ちょっとな、サバイバルの時に呼びたいな。うん。まさか。一日だけなんかその、僕が、スケートとして。うわー。もう最高やん。マジでいい。ありじゃあうまいの作ってくれよ。ごちそうさまでしただけ。なんで何も食べてへんのみんなで作るのがいいから。そうそうそう。見出すなよ、せーの。ごちそうさまでした。いやー、ありがとうございました。いや、おきに。めちゃくちゃうまかった。最高。いやー、ということで今日は、あのレイクレさんとねコラボさせていただいたんですけども、マジでボケがすごいですね。本当に今日はもうただ俺とくのコラボだったんで。いやみんなでサワラ食えて楽しかったですね。みんなでこう5人で食べるサワラ、そうなんですか。みんなで食うサワラだからこそうまい。そうそうなんですよ。最後待て待て、わしゃ気早振るか。楽しかった、正直空腹ですけどね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。